ちゃんの決勝の相手？ああそうだ、すげえ使い手だぜ。今回はお前さんの相棒もヤバいかもしれないぞ。多分大丈夫だよ。それより昨日は勝負の他にきっと何かよからぬことを企んでいるから、そっちの方が心配かな。シズと申します。僕はキノ。キノ君か。一つ頼みがあるんだけれど。何でしょうか。今ここで降参してほしい。認めるから。シズさんは市民になりたいのですか。ああ、私には市民になってどうしてもやらなければならないことがある。君には降参してほしい。それが何かは分かりませんけれど、お断りします。なぜだい。答えは簡単ですよ。今ここで戦いたいんです。だからです。すごいじゃん。世界は美しいかどうかは知らないけれど、広いね。降参してくれないかな。遠慮しておきます。強いね。驚いたよ。でもそろそろ本当に降参してほしい。お断りします。これ以上やると死ぬよ。実はですね、僕は今までこの国で一人も殺してません。へえ、それで。それでですね、最後に一人くらいは派手にぶっ殺してやろうと思ってるんですよ。あなたには絶対に勝たねばという気負いがありすぎるんですよ。負けたよ。私の負けだ。どうすればいい。降参を認めてくれるのかい。それともここで死ねばいいのかな。どちらでもないですよ。後ろには誰がいる？何？お前まさか！かがめ！
様は流れ玉でお亡くなりになった。お悔やみを申し上げる。そして僕は勝負に勝った。僕は市民になった。勝利者の権利である僕の新しいルールを言おう。今からこの国にいるみんなで、国中で勝負をしよう。そして最後に勝ち残った一人が新しい王様だ。これが新しいルールだ。なんということだ。おかえり。ただいま。あんた一体。おっちゃん、死にたくなければこの国から今すぐに出た方がいいよ。だね、おっちゃん。